藤本良樹と言います。年齢は39歳です。出身は大阪ですね。陽気な子だったと思います。あと泣き虫でしたね、すごく。もう覚えてる時にはもう怪獣ばっかり描いてましたね。ウルトラマンとかそういうヒーローものですかね。と同時に人形とか怪獣のおもちゃとかをこう触るのが好きだったっていう、手に触って感触を確かめたいっていう、そういう所有感みたいなものっていうんですかね、まあ、触りたい、手に取りたい、感触を確かめたいみたいな。中学生卒業してからバンド活動してて、まあ、漠然とそれで進学もせずやっていくんだっていう気持ちだったんですよね。自分の母親がちょっと美大に失敗したというか落ちちゃった過去があって、でそのことをちょっとちょうど高校3年生ぐらいから意識してですね、じゃあちょっと絵描くのも好きだし、立体も好きだし、ちょっと美大に行ってみようかなというところで、2年生までは油絵ですね、絵画を習ってて、で3年生からは彫刻にこうコースを変えたんですよ。人体をちゃんと学んどかないといけないっていう気持ちがちょっと生まれてきて、当時でやっぱり人が一番興味あるのって人だと思うので、まあ人を勉強するしかないよねっていうごく自然な感じでしたね、その時は。3年生4年生の頃かな、まあとある大阪の模型屋さんがあって、ガレージキットとして仕上げて販売している商売というかお店があるっていうのを知って、そこで衝撃を受けましたね。あ、こうやって食っていくこともできるのかと思って、ちょっと自分でもフィギュアを作ってみようかなみたいな気持ちが出てきて、ティンカーベルを最初に作って、でその次作ったのはサウンドオブミュージックっていう映画の主人公の女の人、これ実写なんですけど、それを作りましたね。マネキン会社のちょっと就職口が来てて、まあマネキンか、まあ彫刻的みたいなもんだし、まあそれでもいいかなと思って結構話進んでたんですよね。でもなんか同じ大学の友達、違う科の友達がおもちゃの原型会社に行くって言い出したんですよ。ちょっとそれ聞くといても立ってもいられなくなって、まあ、おもちゃ好きだし、しかも場所は東京、いやーちょっとなんとか俺もちょっと話しといてくれへんかなってそこでお願いしたら、結構タイミングが良かったみたいで、すんなり就職できることになりましたね、その原型会社に。オリジナルフィギュアっていうのは自分でデザインして自分で造形してっていうジャンルって言うとあれなんですけど、そういう作品ですね。だから元ネタがなく、もう完全に自分が一次創作者になる作品、業界のまあ先輩たちですよね。そういう人たちがすごいかっこよく見えてたんですよ。憧れてて。具体的にやっぱりアクセルの矢竹さんっていう方がおりまして、その方は彩色もすごいもう日本トップレベルにうまくて、もうその方にはもうすごく衝撃というか影響を受けましたね。ワンダーフェスティバルっていう
フィギュアガレージキットのイベントですよね。日本で、まあ、世界でもかなりの規模のイベントが毎年2回行われるんですけど、ちょっとそこに出てみようかっていう話があって、スプラッターガール、そうですね、うん、あれはちょっとホラーっぽい、ちょっとゴシックな感じの少女をちょっと作ろうと思って、反応は最初にそのお話しした竹吉則さんが見に来てくれたんですよ。それをすごく褒めてくれて、ああもうそこからどっぷりですね、この世界に。実際お金を出してこう買っていってくれた人っていうのをこう目の当たりで見ることができたので、なんかこんなライブ感のある世界があるんだっていう感じがちょっとたまんなかったですね最初。今はもう完全にデジタル造形ですね。手軽さと自分のイメージをこう形にするっていう部分ではやっぱりデジタルはいいですね。難しさはやっぱり3D と言ってもやっぱりパソコンのモニターを見ながらの作業なので、やっぱり二次元なので、そこはデジタル造形の場合って結局 3Dプリンターでプリントアウトしないと物っていうのはまあもちろんできないわけなんだけど、パソコンで作ってた時と実際に 3D プリントでプリントアウトした時のイメージの違いっていうのは結構ありますね。オリジナル造形だけやってても結局引き出しってあんまり増えないんですよね。で商業のお仕事をしてる時って結構自分ではもう考えもつかなかった修正点とか指摘されることって結構あるんですよ。そこはもう大いに勉強になりますね。両方してる おかげで両方のクオリティが上がっていくと思うんですよね。僕の作家性っていうのは僕自身もあんまりよく分かってない部分があって、作家さんってみんな作風一貫してるじゃないですか。でその方がね、見る人も覚えやすいし、あ、作品の人ねっていうのも思い出しやすいですけど、僕にはあんまりそれがなくて、で、まあ正直悩んでた時期もあるんですよね。それで果たしてそれでいいのだろうか。ザ・グレート・パンプキン、カボチャに乗ってるやつですね。シティ・オブ・キャッツ、猫ちゃんのコスプレしたちょっとぽっちゃりした女の子。テイク・ユア・タイムですかね。この3つですかね、自分の中でターニングポイントといいますか、なんかこう自分の中でこうドンと柱が立つ感覚っていうんですかね、心の拠り所というか、あ、この世界楽しいっていう感じですかね、自分の中で。だからもう一回行きたいみたいな感じですかね。自分がもう一回この中で遊びたいみたいな、そういう感覚ですね。ザ・ガーデンシリーズっていうのは、まあ最初に作ったバストモデルは、まあ試作品、自分の好きな世界観をこう寄せ集めた試作品。で、それをちょっと整理して、まとめて、シリーズ化していこうって思って作ったのが、アウェイクニング、まあ、目覚めっていう意味なんですけど、登場人物、女の子は、ふと目を覚ました時に、自分のいた世界、ガーデンの世界の中で目を覚まして、手にはジョウロを持っていたっていうところから始まりなんですよね。だから自分が何者であるかと、これを何に使うのかと。で、そのアウェイクニングからこう物語を始めていく
って決めた中での一コマなんですよね。あの Take Your Time は物語が進んでいく中でのある出来事一コマ。雨宿りなんですよね。これは、うん、でキノコの下でちょっと足止めを食らってるっていうその中でのちょっと苛立ちというかもうって感じの。それで隣のカエルくんがまあ焦らずに行きましょうみたいな、あの道すがら出会ったあの化け物なんですけど。ポージングをまあ2点3点してますね。初めはこの腕を下ろしてたんですよ、女の子。でもそれがちょっと物としてまとまりがないっていう点と、どうしてもちょっと悲しげになっちゃう雰囲気だったんですよね。なんか顔の表情もかといってどうすればいいかわかんないし、笑顔なのか真顔なのか、真顔でこう腕を下ろしてるとなんかちょっと寂しい感じがしたので、じゃあちょっと手をこう腰に当ててみるとちょっとコミカルな感じがしてきたんですよね。あ、これいい。これでちょっと表情をつけよう。笑ってるのはおかしいから、やっぱり状況的にもここはちょっと怒ってるよねっていう感じで、まあ、女の子の顔の表情の塗装がやっぱり難しかったですね。なかなか決まらずに苦労しましたね。眉毛の塗装、眉毛の角度、もう眉毛一つでこんなにも表情が変わるのかっていうのがすごい勉強になりましたね。Take Your Time なんかまさに空間構成っていうのはすごい大事にしたもので、あれ以上キノコが長くても短くてもいけない。でぐるっと回転させてみたときにキノコの茎の動きが退屈になってないかとか、そういうところですかね。は本当に気をつけてます。Take Your Time で得られたものっていうのはやっぱり楽しい世界っていうんですかね。まあ女の子は怒ってはいるんですけど、それでも道は明るいよと、この先のまあ深く考えるなんてバカバカしいみたいな感じで横でバカずらしてるカエルとか、気を緩めたコミカルな楽しい世界っていう、ああこういうことだったのかな自分がやりたいことってっていう感覚はありましたね。まあコロナ禍っていうこのね事情もあってちょっとリンクしてた部分も確かにあったんですよね。なんか今こんな状態だけど、まあまあそのうちまたトンネルは開くでしょうよっていう、あと自分へのメッセージ的な部分も今思い返すとありますね。その作風が統一していないこの感じはいいのだろうかとか、やっぱり揃えた方がいいのだろうかとか、まあそういう自分に対してごゆっくりっていうTake Your Timeっていうのはなんかあったのかもしれないですね。それは今を振り返ると感じますね。作家とは言いつつもやっぱ僕は原型師であるっていう、もちろん作家活動もやりながら商業のお仕事もねやらしてもらってるんで、なんかあんまり気負いせず好きなものを作って増やしていったらそれはそれで楽しいんじゃないかなっていう、最近はそんな風に思って気楽にいろいろ作れるようになってきましたね。